古代エジプト人の魂では、古代エジプト人たちの霊魂観について解説する。古代エジプト人たちは、人間の霊魂が五つの要素からなると信じていた。イブ、シュト、レン、バー、カーである。これら魂の構成要素の他に、人間の体、ハーがあり、これは時には複数型で、ハウと呼ばれ、体の各部の集まりを、おおよそ意味した。他の魂には、 アーク、カイブとカートがあった。これらは古代エジプト人が死後の再生、第二の誕生を得るために肉体を保持しなければならないと信仰したことに理由がある。肉体はミイラとして保存された。同じように霊魂を構成する5つの要素も保持しなければ再生が得られないと考えたのである。また、これらが守られず再生が果たされないことを第二の死と捉えた。 イブの軽量。中央左がアヌビス。その右の怪物がアメミット。秤りの左右には心臓とマートの羽ウォーリスバッジはこの語をアブと翻訳している。エジプト人の魂の重要な部分の一つと考えられていたのがイブ、心臓であった。イブもしくは刑事上学的な心臓は妊娠時に 母親の心臓から取られた一滴の血から形成されたものであると信じられていた。古代エジプト人たちにとっては脳ではなく心臓が感情、思考、意志、意向の座であった。このことはエジプト語におけるイブという語を含む多くの表現によって裏付けられる。幸福を意味するアウトイブは文字通り心臓に幅があることであり、阻害を意味する各イブは 文字通り心臓が断ち切られたことである。古代エジプトの信仰において心臓は来世にとっての鍵であった。心臓は死後も明快において生き続け、その所持者に有利もしくは不利な証言をするとされていた。死者の審判の心臓の計量の儀式において心臓がアルビスと他の神々によって調べられると考えられていた。もし心臓が マートの羽よりも重ければ心臓は、直ちに怪物、アメミットに食べられてしまう。このため、ミイラ作りで他の内臓を取り出した際にも、心臓だけは残しておいた。人間の影である、主とは常に存在するものであった。人間は、影なしには存在できず、影も、また人間なしには存在できないと信じられており、従って、影は、 それが表す人間の何がしかを含んでいるとエジプト人は捉えていた。この理由から人間や神々の像はそれらの影であると言い表されることもあった。また影は完全に黒く塗られた小さな人間の形としてシア・アヌビスの僕の姿として視覚的に表現された。カルトゥーシュで囲まれたラムセス二世の名前。エジプト神王国のルクソール神殿魂の一。 部分として、レンが出生時に人間に与えられ、その名前が話される限り生き続けられると、エジプト人は信じていた。それに加え、名前は、その人格を形成する重要な要素であるとみなされており、その人の名前を知ることによって、善があるいは悪の力が、その人に近づくことができると考えられていた。このために名前を保護するための努力がなされ、 また数多くの書き物に名前を入れることが行われていた。例えば、死者の書の派生作品である、呼吸の書の一部は、名前の生存を確保するための手段であった。名前を囲み保護するためにしばしばカルトゥーシュが用いられた。逆に、アメンホティップ四世のように死後にモニュメントなどから名前を削り取られたファラオも存在した。これは、一種のダムナティオメモリアへとも考えられる。 しかし時には経済的に新しいモニュメントを建造できずに後継者の名前を挿入する場所を作るために名前が外されてしまうこともあった。このため名前が多くの場所で使われればその名前が後まで残り読まれ話される可能性も大きくなった。バー、バーはいくつかの点において現代のキリスト教などの霊魂の概念に最も近いものであるとされる。 これは個人を独自のものとするあらゆるものでもあり、個性の概念に類似したものでもあった。ここから本人と同質にして異なるものとして、化身とも言い換えられる。この意味で生命を持たない物体も、また独自の性質である、バーを持ちへ実際に広国のピラミッドは、しばしばその種のバーであると呼ばれていた。霊魂と同様に、バーは、 持ち主が死んだ後も生き続ける人間の一側面で、あるとエジプト人たちは信じていた。墓から飛び立ち来世で、カーと合流する人頭の鳥として描かれることもあった。このため、義飛と呼ばれるバーが出入りする衣装が墓や棺に作られた。古品テクストにおいて、死後に発生したバーの一形態は、体を持ち、飲食し、成功も行うとされていた。また、 草加出現の書においてバーは毎日ミイラへと戻り、再び抜け出ると肉体を持たない姿で墓の外での生活に参加するものとして描かれている。これはラーとオシリスが余ごとに交わるという太陽神学を反映している。さらにこの時のバーの姿は自由に変身できるという説もある。バーの複数形であるバーは威厳、力、 名声に近い意味で特に神のそれを意味していた。神が地上にバーウを送り、人間に介入することを神のバーウが仕事をしているのだと言われた。また、この観点から統治者は神のバーであるとみなされた。ファラオはホルスによって守られ、またホルスの現世の姿でもあると考えられたのである。さらにある神は別の神のバーであるとも捉えられた。 ルイスビコ・ザブカールは、ギリシアや後期ユダヤ教、キリスト教、イスラム教で考えられている、霊魂とバーは異なり、人間の一部ではなく人間そのものであったと主張している。純粋に、非物質的な存在という概念は、エジプト人の思考には、実に、馴染みのないものであったので、キリスト教がエジプトに広まった時に、これを表すためにギリシア語、プシュー系が釈用され、 バーという言葉と置き換えられた。しかし、バーの概念は、極めて古代エジプト人の思考固有のものであり、翻訳されるべきではなく人間の存在状態の一つで、あるとして、脚中か格好書きで解説すべきものであるとザブカールは、結論付けている。カーは、少女と死者を分ける霊的な精存を指す、エジプト人の概念である。カーが体を離れる時に死が起きるとされた。他に、 生命力、正気活力とも訳される。古代エジプトにおいて、すべての存在のうちに一つあるいは、複数宿る行動を起こさせる共存者とされた。まずクヌムがろくろで幼児の体を作り、次に母の体内へと送り込むのだと、エジプト人たちは、信じていた。地域により異なるが次にヘケト、またはメスケネトが、各人の川の作り手であると信じられ、 誕生の瞬間にカーを人間に吹き込むことで少女とすると考えられた。これは他の諸宗教における精神の概念に類似している。またカーは墓の中の肉体に依存するものと考えられ、その肉体に戻って捧げられた供物を取り、その力を維持されるのであるとも信じられていた。この理由から死者にも飲食物が捧げられたが、ここで消費されるのは蜘物の中のカーウであり、 物質的な部分ではないと考えられた。エジプトの図像でカーは、しばしば王の二番目の姿として描かれており、このために、初期の翻訳では、カーは、分身と訳されていた。悪のグリフ、悪有効なものは、死者の概念である。これは、古代エジプト人の信仰の長い歴史の中で変化していった。主に死後、楽園、アールで、バーとカーが結びついたものと考えれた。 つまり死後の再生、第二の誕生を果たした姿と信じられた。古代エジプトにおいて、はじめ悪は思考と関連づけられていたが、心の働きとしてではなく、むしろ生きた統一体としての知性としてであった。悪は、まだ来世でも一つの役割を演じた。カートが死ぬと、バート・カーは、再結合して悪を蘇らせるのである。悪の復活は、 適切な早々儀礼が取り行われ、継続的な捧げ物がなされる場合にのみ可能とされた。この儀礼は、施悪と呼ばれた。このため、新王国時代には、もし墓が管理されなくなってしまうと、悪は、一種の幽霊もしくはさまよう、死者にさえなった。悪は、少女たちに害も益も及ぼすことがあり、状況によっては、例えば悪夢、罪悪感。 病気などを引き起こすと考えられた。また悪は、祈りや墓の法納堂に手紙を置くことで生きている、家族たちを助けるために呼び出すことができた。例えば紛争に介入し、あるいは、地上の事柄に良い方向の影響を及ぼすことのできる、他の死者や神々に訴えかけ、あるいは罰を下すと考えられた。悪の分離と、カートバーの合体は、死後に、 適切な供物が捧げられ、また適切で有効な呪文を知っていることによって、引き起こされるが再び死んでしまうという危険も、付随していた。コフィンテクストや死者の書のような総裁文書は、死者がもう一度死なずに悪となることを助けることを意図したものであった。死者の書より、口開けの儀式の場面古代エジプト人たちは、人のカーが体を離れる時に死が起きるのだと信じていた。 口開けの儀式と呼ばれるものを含む、死後に神官により取り行われる儀式は、飲食、呼吸、見分などの死者の身体的能力を回復させるだけでなく、バーを体から解放することも意図していた。これによりバーは、来世でカーと一つになり役となることができるようになるのである。ジャコモ・ボリオニの宗教学の見地から見たカーによれば、カーは人間存在における、 事故であった。エジプト人たちは、来世を通常の身体的な存在とかなり似たものと想像していたが、そこには違いもあった。この新しい存在のモデルは、太陽の皇帝であった。夜には、太陽はデュアトへと下る。そこで、太陽はミイラとなったオシリスの体に会う。オシリスと太陽は、互いによって、再びエネルギーを得て、 次の日の新しい名前と立ち上がる。死者にとっては、その体と、墓は、自分にとってのオシリスとではとなのであった。この理由からこれらは、しばしば、オシリスと呼ばれた。この過程が機能するためには、バーが夜に戻ってきて、朝には新しい名前と立ち上がって行けるよう体にある、種の保存を行うことが必要とされ、このため遺体は、ミイラとされた。 しかしながら完全な悪は、精神として現れるとも考えられていた。末期時代になるまでは、太陽神との一体化は王族のみのもので、王族以外のエジプト人は、太陽神と一体化するとは考えられていなかった。来世へ行った人を助ける呪文を集めた死者の書はエジプト語では、草加出現の書と呼ばれていた。これらの書物は、冥府でもう一度死なないようにし、 またその人のことを常に記憶しておくための呪文を含み、来世での破滅を避け、存在し続けることを助けるものであった。エジプト人の信仰においては、死後にもう一度死ぬということが起こり得、この死は、高級的なものであった。第十八王朝の終始生官であったパヘリの墓には、この存在の雄弁な記述があり、ジェームズ・ピーター・アレンによりこう訳されている。何時の生命は、 再び始まった何時のバーは何時の神聖な体から隔離されることなく何時のバーは悪と共にあり何時は日ごとに立ち上がり夜ごとに戻るであろう夜には何時のために明かりが灯されるであろう陽光が何時の胸に刺す時まで何時は告げられるであろうようこそようこそこの何時の生の家へありがとうございます